走り出せラポヨナイあの日の夢まで諦めずに Try and try 来るべきはなくしたくない信用しても良さそうだな。あれだけそばにいながらニケ様の魅力に気づかんとは不憫な奴らだ。
の場合はかえって安心だがな。おい、どうした？血相を変えて。とんでもない情報を。逃げ様は。落ち着け。逃げ様がどうした？落ち着いてきてくれ。逃げ様の本当の目的は。この学園で婿候補を見つけることだったんだよ。なんだって。その材料を少し分けてもらっていい？ああ、ところで、あれ以来ニケのファンはどうだ？時々遠くから見張られてるけど、それぐらいかな。こっちも同じだ。どうやらしっかり説得してくれたようだな。ちょっと安心。して起こった事態だな。そんなこと言ってないで助けてよ。前回は私も散々な目に遭わされたからな。獅子は自らの子供を谷底に突き落とすという。お前なら自力で這い上がれると信じているぞ。
い苦労するな。そうだね。それで具体的にはどうしましょう。あの人たちが諦めてくれればいいんだよね。はいはーい、私にいいアイデアがあります。はい、カメラ先輩どうぞ。あの人たちはニケちゃんのお婿さんになりたいんでしょ。だったらすぐに心に決めた人がいればいいんじゃないかしら。いきなりまともな意見が出ましたね。しかもカメラ先輩から。でも心に決めた人なんているの？何てのべい。実際にいなくてもそう見せかければいいんですよ。え？そういうことだから、よろしくね。僕が？他に誰がいるのよ。それはほら、ムーペが断る。その女は趣味じゃない。こっちだって軟体生物の恋人なんてお断りよ。できるかな。わからずよくやるよ。本当だ。じゃあさ、もうやめても。ダメダメ、この程度じゃ。もっといろんなとこで噂を広めとかないと。いろんなとこでこんなことを。Woo!
しらいると思ったのにな。じゃあここはなしってことで。待て、いいこと思いついた。え、まあまあいいから、そこに座ってて。見逃してやったというのに、もう我慢ならん。成敗してくれるわ。ちょっとこれは違う。ニケも言ってやってよ。なんとなくこうなるかなって思ってたんだけどね。ま、頑張って。そんな、それ以上ニケ様と喋るな。もう、刃よ、引き上げろ。終わった。ひどいよニケ。うちのために体を張って戦うべい。こういうのも悪くないかも。聞いてる？え？聞いてるよ。いやあ、ごめんごめん。
思うなよ。どうしよう。あとは頼む。え？いたぞ、あそこだ。全員で取り囲め。絶対に逃がすなよ。あら、増援が。相手してられないよ。逃げよう。うちの手を引いて逃げるべ。これもなかなか。まあ、いいから早く。もう追ってこないかな。意外と早く諦めてくれたね。バカめ、まんまと誘い出されたとも知らずに。囲まれてる。あら、これは大変。一言だと思って。ニケ様を惑わす悪魔め、覚悟しろ。いると困ったわね。ニケのせいなんだけどね。くそ、さすがに手ごわいな。なに、これだけの人数がいるんだ。そのうちやつも疲れ果てて。おい、どうした、緊張してるのか。焦るな焦るな、こんなやつすぐに。ああ、ニケ様を殺して俺も死ぬ。お、おい。わあ、危ない。はあ、邪魔しやがって。バカが、取り乱しやがって。ニケ、今のうちに。あ、うん、追ってこないみたいだね。うん、一時はどうなるかと。そうだね、ごめん。本当に反省してる？してるわよ。もしベインが守ってくれなかったら。もうやめようね、こんなこと。うん、ありがとね、ベイン。いいって、これくらい。頼りになるね。ひよわで迷子をしたイメージだったの。それは褒められてるのかな。それならうちの向こうにしてあげてもいいかな。ん？何か言った？なんでもない。じゃあそろそろ戻ろっか。少しだといいけど。ただいま、こん
取ってきてやったぞ。材料の採取なら済ませておいた。